ダービーはイスラエルのラファエル・アドバンスド・ディフェンス・システムズ社が開発した指定外射程の空対空ミサイル。玉体の空力設計は多くの点で Python5 短距離空対空ミサイルの技術に基づいているがアクティブレーダー誘導方式を採用した中距離空対空ミサイルとされている。ダービーは1980年代の初期に開発が 開始され、1990年代半ばに公開された。1998年に運用が開始され、6カ国で運用中である。2015年には、改良型のアイダービーとその射程延長型のアイダービー e r が公開された。ダービーは軽量であること特色とし4つの主翼と、尾翼の4つの従来型の平面フィンを装備。 極めて高い機動性と運用の柔軟性増加、マルチショット機能を提供するように設計されている。シーカーのレーダーは、ルックダウン、シュートダウン機能を有しており、地平線のラインにより下あるいはラインに沿った目標への攻撃を可能としている。このシーカーは、オフボアサイトへの攻撃能力を持ち、ヘッドマウントディスプレイと連動による、発射前、ロックオンや、 中間アップデート誘導を用いることによる発射後ロックオンが可能である。中間誘導が必要ない状態では、ファイアフォーゲット機能を備え、必要に応じて敵対的な環境での動作のために、高度なプログラマブル XM の装備も可能である。弾頭はの高爆発弾ペンカ弾頭 23kg を搭載し、飛走行目標と軽素材目標に対処できる。 2015年にパリ航空ショーにおいて公開されたアイダービーは、シーカーを進行破綻ベースのものから、アイアンドームのタミールミサイルで実証済みの技術をもとに開発した再プログラムが、可能なソフトウェア定義シーカーに完走している。SDR の使用は、20から30年の寿命を通じて進化する、可能性のある新しい波形、デューティーサイクル及び処理技術、 新しい対抗策や技術を含む脅威に対してソフトウェアのアップグレードで対応できることを意味する。同時に発表された i d a b e r は弾頭のヒューズとシーカーを統合して空いたスペースにデュアルパルスブースターを装備して射程を 100km 以上に延長したものでメーカーではミーティアと同様の性能を80%のコストで実現でき。 AIM-120C-7 よりも優れていると主張している。どちらも寸法に変化はなく、ダービーが運用できる機体なら問題なく使用できる。この派生型の開発により、ダビデスリング地対空ミサイルをベースにしたソラ、対空型であるパイソン6の開発は中止された。スパイダーシステムのうち、ミサイル発射機派生型として、 スパイダーイコールサーフェイス2エアパイソンダービー地対空ミサイルシステムがあり、ダービーおよびパイソン5が地対空ミサイルとして用いられる。スパイダー MR 用としてブースターを装備し射程を伸ばしたダービー MR と呼ばれるモデルも存在する。ABCDFG ダービー BVR エー2エアーミサイルイスラエルハットパリ ラファエルリビールズレイテストエア2エアミサイルハットアイダービー ER オールニューパフォーマンスハットアナリシスロングレンジファッションキャッチーズオンインアイハットダービー MR ハット ABC シプリアームズトランスファーデータベースストックホルム国際平和研究所2012年3月20日閲覧ありがとうございます